はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス決済以外にも取り組んでるミニマリストっぽいこと5つということで、今回はちょっとサムネイルも出てたように、僕自身が、私生活としてミニマリストに近い生活を送ってるので、そのことについてお伝えをしていこうと思います。で、先にお伝えしておくと、ミニマリストっぽい感じなので、そんなにガチで取り組んでるというわけではございませんので、そこはですね、優しい目で見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。そもそもですね、このミニマリストという言葉は、去年、一昨年ぐらいからすごくね、入りつつあるような言葉であったんですけども、このミニマリストって実際に何ぞやということなんですが、簡潔にお伝えするとこちらですね、じゃんということで、不要な持ち物を減らして自分に必要な最小限のものだけで暮らす人のことをミニマリストと言います。でですね、僕自身が先ほどもお伝えしたように、ちょっとだけそれに近いような生活をしてるので、ここからですね、僕が実際にそれに取り組んでる、ミニマリストっぽいだろうなと思うようなことを、5つですね、お伝えします。それでは早速1つ目なんですけども、こちらですね、テレビということなんですが、もう今、皆さんテレビ自宅に置いている方多いと思うんですけども、僕自身にですね、結構ライブ配信とかでもよくお伝えしてるんですが、もうテレビを何年も自宅に置いてないんですよね。本当に若い頃はですね、以前までは本当に生粋のテレビっ子だったんですけども、何か突然ですね、もうテレビを見なくなってしまったという感じなんですよね。その見なくなった理由をですね、なんとなく挙げてみました。それがこの4通りなんですけども、パッとお伝えします。まず1つ目なんですが、テレビってね、本当に気づけば時間がすぐに経過しちゃうっていう印象はすごいあると思うんですよね。もう夜テレビつけたら、もう7時からつけたらもう10時まであっという間に経ってるとか、そういったこともあるので、テレビってね、本当に面白い時は面白いんですけど、面白くない時でも自然と見てしまうっていうのがね、本当にテレビの特徴でもあったりするので、結構時間が取られちゃうなっていうことで、テレビを卒業したっていうのも一つの理由ですね。あと日々の情報に関して、ニュースに関してはもう今ね、ほんと基本的に皆さんもスマートフォン持たれてる方ばっかりだと思うので、大体ネットのニュースで完結しちゃうことが僕の中で多いです。で、情報とかも今ではね、本当に Twitter とかネットニュースとか含めたら情報すごく早いので、もうそっちを優先的に取るようになって、もうテレビからの情報はもう取らないようになりましたね。次3つ目は、僕自身スポーツ見ることめちゃくちゃ好きで、特に野球が好きなんですけども、今だったら甲子園とかであればもう無料でネットで見ることができます。あと、プロ野球に関しては、僕は今はソフトバンクユーザーなので、Yahoo プレミアム会員の特典とかで、去年まではパリーグ TV とかを通して、ネット上でプロ野球をずっと見てたりもしました。なのでこれもね、もうテレビでも見なくても良くなったなっていうことで、本当に今はネットで完結してるということになります。あと、これもありますね。好きな番組が終了ということなんですけども、これは本当にかなり大きかったと思います。結構ね、僕の若い頃いろんなバラエティ番組とかたくさんあってたんですけども、もうそれもね、いろんなものがどんどん終了してって、なんかもう今あんまり見る気ないなと思って、それも含めてトータルでテレビを卒業したっていうことなんですよね。以上が自宅に僕がテレビを置いてない理由についてでした。それでは次ですね、2つ目ということなんですけども、こちらレンタル DVD&CD ということで、本当にこれも今もう利用されてる方結構少なくなってきてるのかなっていう印象ではあるんですけども、僕自身ですね、結構音楽聴くのがめちゃくちゃ好きで、これまでずっと DVD は買わなかったんですけど、CD をとにかくめちゃくちゃ買ってたんですよね。もうコレクターのようにシングル出たりとか、アルバム出たりとか、とあるアーティストが好きだったので、それが出たことでめちゃくちゃ新曲を出すたびに買ってたんですけども、今は本当に買わなくなりましたね。その理由がこの2つに、加わってるんですけども、まず1つ目っていうのは、こちらなんですが、Amazon プライムビデオということで、これはね、以前の固定費の動画でもちょっと話したと思うんですが、僕は年間プランで4900円で Amazon プライムに会員として入ってます。で、そこで映画であったりとかドラマとかバラエティなど、こういったのを Amazon のプライム会員の特典として見てます。もちろんね、プライムビデオ以外の特典もいろいろあるんですけども、僕は結構利用頻度としても最近は結構この Amazon プライムビデオのサービスを利用することが多いので、本当にすごく引きこもりな僕としたら便利なサービスだなと思っております。もうこの Amazon プライムビデオしかないドラマとかバラエティなどもあったりするので、それはそれで結構面白いんですよね。あと先ほどのCD に関連するんですけども、この Spotify ですね。月額今980円。最初の月は無料で、その後は月額980円で、音楽を聴くことができるんですけども、この Spotify が結構ですね、意外とこうマニアックな曲が多くて、まあ邦楽であったり洋楽であったりとか、まあジャンル問わず僕作業中とかも何かしらの音楽をかけたりする時もあるので、それもまあ Spotify でいろいろこうジャンル問わず流したりとか、本当に音楽が好きな人からしても結構便利なサービスだなと思います。ちょっとまあ元は取れてるかどうかっていうのはちょっと難しいとこではあるんですけども、まあ日々いろんな音楽を勝手にこうシャッフルで流してくれるので、まあ新しい発見もあったりと、僕的には満足してるサービスの一つではありますね。なので、この Amazon プライムビデオと Spotify、この2つがあることによって、もうレンタル DVD とか CD とかはもう借りなくなりましたね。あとはもう買わなくも基本的になってきましたね、最近は。次3つ目ですね。本&漫画ということなんですけども、これまでですね、結構僕もビジネス書とか漫画も結構ちょくちょく購入してたんですけども、今はもうこんな感じにしてるんですよね。9割は電子書籍にということで、本当にもう今はね、そのミニマリストっぽいことになるようになってからは、本当に9割ぐらいだいたい電子書籍にしています。まあ、例えばなんですけども、こちらですね。僕が普段使ってるこの端末、Kindle Paperwhite というんですが、とにかくですね、これが本当に優秀なんですよ。で、この端末が、まあ、防水かつ、なんか目に優しい素材でできてるんで、なんか長時間見てても全然目が疲れないんですよね。で、基本的にこの端末では、まあ、ビジネス書とかを読むことがすごく多いです。まあ、今出てるのはね、漫画の部分なんですけども、なので大体こう、お風呂入りながらとかでもこの端末を持って、のんびりと見ることが結構多いです。この Kindle Paperwhite は本当に優秀ですね。あと、電池の持ちもめちゃくちゃいいです。けどまあ、たまに iPhone であったりとか、iPad も持ってるので、まあ、カラーで漫画見たいなっていう時は iPad で見ることもちょくちょくあります。で、先ほど、まあ、9割は電子書籍にということなんですが、まあ、1割の部分、まあ、どうしてもこれは、もう紙媒体で見たいなっていう時は、まあ、実際の本を買うことも全然あります。まあ、今出てるようなメモの魔力であったりとか、箕輪康介さんの死ぬこと以外かすり傷っていう、まあ、結構好きな方たち、前田裕二さんとかも結構好きなので、こういった本に関しては、また見直したりとか、確認したいなっていう時もちょくちょくあるので、まあ、こういった僕が気に入った本とかに関しては、普通の本として購入することもちょくちょくあります。けどまあ基本的には先ほどお伝えしたように9割は電子書籍で一部だけまあ普通の本という感じですね。次4つ目ですね。まさかの炊飯器ということで、まさかここでね、ちょっと生活感溢れるキーワードが出てきたんですけども、これどういうことかというとですね、なんと自分で言うのもあれなんですけども、10年間ほど僕鍋でご飯を炊いてるんですよね。もともとですね、僕大学生ぐらいの頃に、まあ炊飯器一人暮らしを始めて、まあ親戚からいただいた炊飯器でご飯を炊いてた時期があったんですけども、たまたまその炊飯器で炊いたご飯が美味しくなくて、いや、これは炊飯器で炊くの、いや、本当はね、全然美味しいご飯が炊けるのはもちろん知ってるんですけども、たまたまその炊飯器の運が悪くて、ちょっとこれもう炊飯器やめようと思って、そこからご飯を鍋で炊くようになったら、もうそれがね、気づけば今もう10年以上経過して、今ではご覧のような写真のようになってます。このね、鍋で炊くことによって、もちろん炊飯器の場所を取らないっていうのはめちゃくちゃ大きいんですけども、もう炊きたてをもうすぐに食べることができるっていうのはめちゃくちゃこういいんですよね。あとは、お米が一粒一粒こう際立って、甘みが増してる印象があるので、もうこっからもうずっとそれにハマってしまって、未だにご飯は鍋で炊いてます。まあこれはね、鍋にはやると思うんですけども、個人的には意外とこう一人暮らしの人からすると結構おすすめかなと思います。そして最後5つ目ですね。カバンということなんですけども、僕はカバンを使うときは基本的にシンプル&機能性を基本的に重視しております。まあ実際に使ってるカバンなんですけども、それがこちらですね。ノースフェイスのカバンもリュックを使ってます。これがまあデザインは本当にシンプルなんですけども、かなり機能性がですね、まあ、優れておりまして、例えば、まあ、ちょっとこれ開くことはできないんですが、パソコンであったりとかタブレットを入れるポケットがあったりとか、あと他にもですね、まあ、スマートフォンを入れる専用のポケットがあったりとか、で、意外と見かけによらずめちゃくちゃこの中、もういろんなものが入れることできるので、1泊2日でこう旅行するときとか、バックパックっていうか、まあ、そんな感じに近いことも全然このリュック1個で行うことができます。本当にこのリュック今2年ちょっとぐらい今使ってるんですけども、全然本当傷むことなく、長く全然使えてますね。これ結構おすすめです。まあ、今回お伝えしたことをまとめると、1番テレビ、2番レンタル DVD & CD、3番本&漫画、4番炊飯器、5番カバンということでお伝えさせていただきました。まあ、この1番と2番、3番とかに関しては、もう結構すでにもう実践されている方って、まあ、かなり今の時代は多いのかなと思います。あと、まあ、5番もそうですね。4番に関しては、ちょっとまあ、僕、自分で言うのもあれなんですけども、これ人から言われて気づいて、あ、炊飯器じゃなくて鍋でご飯炊いてるって言った時になんかそれ驚かれたんで、今回はこの4番として含めさせていただきました。多分まあ他にもあった気がするんですけども、また何か思い出したらまた動画でお伝えしたいと思います。まあそんなこんなで今回はゆずひこのなんちゃってミニマリストということでお伝えをさせていただきました。まあ今までお伝えした動画の中で、本当にね、ジャンルが全然違うような動画にはなってしまったんですけども、まあこうやって物が少ないとか、ある程度のことを一つにこう集約することによって、まあ管理がまあできたりとか、まあ余計なことを考えなくなったということで、僕的には良かったなと思います。特にテレビが本当にいらなかったので、まあテレビが自分の自宅にないことっていうのは、今のところ不便を感じていないので、まだまだ全然このスタイルでやっていこうかなと思っております。まあ例えば他にもですね、私はこれやってます、僕はこんなことやってますっていうのがあれば、もうぜひですね、そこは下のコメント欄に書いていただければなと思います。まあもしですね、こういった動画が需要があれば、今後もまた動画にしようかなと思いますので、まあそれも一つ楽しみに待っていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。昨日ぐらいですかね、まあ、ニュースに上がっていまして、昨日かなちょっと前ぐらいニュース上がってました。この日本郵便ということで、郵便局からですね、プレスリリースが出てまして、それがこちらなんですけども、じゃんということで、まあ、以前もね、ちょっと動画にもさせていただいたんですが、2020年5月に予定していたキャッシュレス決済導入の延期ということで、5月8日のニュースに上がっていましたね。まあ、この文章をそのまま読ませていただくと、2020年2月から全国65局で導入しましたキャッシュレス決済について、同年5月に全国約8500局に順次拡大することを予定しておりましたが、新型のウイルス感染症による緊急事態宣言の延長を踏まえて当面延期させていただきますということでございました。まあね、これは本当に僕自身結構自分家の近くの郵便局もキャッシュレス決済に対応するということで結構心待ちにしてたところではあったんですけども、まあこればっかしはね、どうしようもすることもできないので、まあ、ちょっとショックなところではあったんですけども、まあ、早くね、これが落ち着いて郵便局にも早くキャッシュレス決済がいろんな地方でも使えるようになればね、まだまだ使える幅広くなってくるのかなと思っております。ということで、ありがとうございました。